皆さんこんばんは。バトルフィールド2042、楽しんでいますか？今回は新モードのハザードゾーンで、勝てる戦略を解説していきます。ルール解説は以前の動画で行ったので、まだハザードゾーンをプレイしたことのない人はそちらを先にご覧ください。一応軽く勝利条件についておさらいしておくと、ハザードゾーンでは、試合開始から7分30秒で1度目の脱出機、14分30秒で2度目の脱出機がランダムな場所に出現します。試合の勝利条件とは、この2つの機械のうちどちらかで脱出機に乗り込み、30秒後の離陸まで生存していることです。敗北条件は分隊員が全員死亡するか2度目の脱出機に乗り遅れることです。さて、このような勝利条件、敗北条件の時、最も期待値の高い戦略とは何だと思いますか？答えは最速でデータドライブを集め、初めの脱出機械で確実に変えること、これにつきます。初期配置のデータドライブには限りがあるので時間をかければかけるほど他のプレイヤーとの競合率が上がります。今皆様がご覧になられているこのプレイ映像では開始から32秒で1つ目のデータドライブを回収しました。そしてスキャナーを除き現在地から近い次のデータドライブを探します。スキャナーを除いた時の円が大きければ大きいほどデータドライブまでの距離は短いです。今回はわずか70メートル先に次のデータドライブを発見しました。早速取りに向かいます。ミニマップを見ていただければわかると思いますが味方は全くついてきていません。このような単独行動時に死んでしまえばカバーや蘇生をもらうことはできないので、今回は AI と遮蔽の位置関係を考慮し、最短での突入を諦め迂回を選択しました。そして逆側のコンテナから顔を出します。時間はかかってしまいましたが一つ目のデータドライブが近かったことも相まってまだ開始から1分半です。手近な AI を始末し、画面左に AI を捉えたところですかさずスモーク展開、煙の中に飛び込みます。そしてデータドライブ回収。AI はスモーク越しに弾を撃ってくることはありません。この修正を利用して強引にデータドライブを脱出するのがこの戦略の主軸です。特に何事もなく3つ目も回収できました。開始からわずか2分半での出来事です。あとは車に乗って脱出地点に向かいます。他の味方はどうするかって？置いていきます。この判断はハザードゾーンにおいてかなり重要になります。例えば標準装備のままだったり、スキャナーを持っているのにスキャンをしなかったりする味方は、ハザードゾーンに慣れている確率が低いです。このモードは後半になればなるほど4対4の集団戦が展開されていきます。そして弾薬や投擲物などのリソースが限られる中不慣れな味方を介護して最終脱出までこぎつけるのは非常に困難です。つまり、あとはわかりますね。このモードにおいて自分の勝利とチームの勝利は常に切り離されて考えるべきなのです。とはいえ、常に単独行動が最善手というわけではありません。次のクリップでは、味方のレベルが比較的高くルールの理解や打ち合いの強さが望める場合の立ち回りを見ていきます。前述の通り AI への対策はスモーク一つで事足りてしまいます。このように車線の通った場所が脱出地点であってもスモーク数個で脱出機までの道を安全に切り開けます。まあざっとこんな感じでしょうか。次に行きましょう。次のマップはリニューアル。キャラクターは魔系でメイン武器にショートバレル付きの M5A3、サブには MP28、ガジェットには無反動砲を。投擲にスモークをセットし、タクティカルの投擲物増加で最大4個まで持てるようにしています。スモークは AI 対策、味方の蘇生、対プレイヤーへの強引な切り込み等、汎用性がとにかく高いので投擲はこれ一択と言ってもいいでしょう。投擲物増加は、サンダンスの3種のグレネードやガジェットの C5 の数まで増えるので組み合わせても強いです。運の良いことにこのマッチはロードアウト選択画面の時点で、味方のほとんど他のメンバーと被らない役割のガジェットを選択していたので、この時点での方針は全員脱出と決めています。試合開始前のマップ画面でデータドライブの位置は確認できていたので早速向かっています。このマップオブジェクトが少ないせいか、他のチームと異常にリスポーンが被るので注意が必要です。負けいのスキルを活かして早速交渉を取っていきます。先ほどのマッチは我先にと味方を差し置いてデータドライブを入手していましたが、味方が期待できそうな場合は、優先的に味方に渡した方が良いです。なぜならデータドライブ持ちは敵からのスキャンで位置が露見するので、めちゃくちゃ不利な役回りになるからです。敵プレイヤー発見。味方のカバーが早いです。味方の2キル目です。ポジションも強いしこれはこのまま押し切って勝てそうですね。見事殲滅。幸先がいいです。周りに敵がいなさそうだったので交渉を取って周りの状況を確認します。プレイヤーはいなさそうです。愚痴になりますがリニューアルの砂漠地帯って遮蔽少なすぎですよね。世界観的に塹壕は無理にしても壊れた車とか配置してほしい。奥の方で弾の栄光が見えますね。検問所の手前、これは間違いなくプレイヤーと AI の交戦です。さっきの戦いで味方が強いことは確信したので強気に攻めます。スモークとグラップルがあるので詰めるときは雑な立ち回りでも問題ないです。おっとこんなところにちょうどいい鉄塔が。
レンジャーが映ってますマップに。鉄塔に登っても M5A さんじゃ届かないって。普通ならそうですが、ここでウピ主はひらめきます。待てよこれ、待てよ。I have a plan。 おもむろに LATV4 を呼び出し、 I have a plan。 I have a plan。 いた。 Yes。 これなら 100億% 勝てます。他のモードで使える害悪戦法はハザードゾーンでも健在なので、皆さんも機会があればやってみましょう。奥の山にも何かいますね。プレイヤー臭い。アーマーの当たり判定。AI はアーマーを着ないので 100% プレイヤーです。うん、死んじゃったね。悲しいね。とどめさせとくか。まずーい。調子に乗りすぎた男の末路。しかしここで死ぬわけにはいきません。これは価値格マッチなんだ。しかし害悪戦法のさらなるツケが降りかかります。 BF2042 にはとんでもなく致命的なバグが2ヶ月もの間修正されず、ほったらかしにされていました。それは車両から降りた後 ADS が5分ほどできなくなる謎のバグです。ピストルに切り替えても無駄。このままではただでさえ光線距離の長いこのマップで戦えません。解決法をいろいろ調べましたが、どれもおまじない程度の効果しかないです。ADS ができるようになるまでうろちょろしていたら、脱出機到着まで3分10秒です。味方が散らばって敵のことを殺しに行こうとしています。待ってや必ず敵が来るので、ここは消極的に行きます。敵のキルは勝利条件と何の関係もありませんからね。無駄なリスクを避け、一番バリューの高いキルを狙うべきです。いきなりスキャンされました。向かいの建物におそらくいましたね。周りに味方はおらず、レンジャーと二人きりですが、周囲は建物に囲われているので、グラップルを使えばかなりの間延命できるでしょう。ドアのコントロールを行い、敵の侵入経路を制限します。モーションセンサーの音もなく、具体的な位置はバレていなさそうなので、建物の上に登り、こちらから積極的に索敵を行ってみます。いました。渾身のクソエイムを発動。近接戦闘マガジンダメだ。ショートバレルと近接戦闘マガジンのコンボは近距離なら最強なのですが、このレンジは厳しいです。クソブレるわ。すいません、ダメージ打てません。そしていつの間にか隣の建物に適正レンジャーを呼ばれました。これはめちゃくちゃプレイヤーが近いということです。いやこれ助けて、僕は殺される、僕は殺される。なんとかこちらのレンジャーの援護で適正レンジャー撃退。しかし敵は真下にいます。さっき顔出されていたら死んでいました。みんな来て、みんな来て、こっちだよ。するとすごい勢いで味方が駆けつけます。もう弾がないんですよ。味方さん、あの不届き者、やっちまってください。こういう時もスモークは便利です。展開される限り、AI やプレイヤーから撃たれる心配はありませんから。なんかおるな、なんかおるな、起こしてんな。脱出機の接近に伴い、敵が集まってきています。脱出位置での脱出をおすすめする理由は、これで脱出には間違いなく混戦になります。敵がまたレンジャーを呼んでいますね。やる気満々です。このままではさらなる戦況の悪化が予想されるので、位置がわかっているうちに削りに向かいます。え、何何、やばそう、やばそう、これやばそう、これ弾流してた。こういう時エンジェルなら自給自足できて便利なのですが、他のキャラならそうはいきません。しかしあらかじめアタッチメントスロットに予備の弾種を入れておくことで、弾切れを回避することができます。弾のないこの状況でレンジャーはまずい。装填しているのは鉄鋼弾なので80数発しかありません。しっかり頭を狙って倒していきます。やらなきゃ、こいつやらなきゃ。今のキルで勝ち気になったので、真下にいるとおぼしき敵もやりに行きます。窓枠で頭1個を作り、一方的にほふれましたね。とどめもしっかり刺しておきます。全員殺す。アドレナリンドバドバです。ハザードゾーン特有の緊張感のある戦いは最高ですね。こっちの敵は味方がとどめを刺していてくれていたみたいですね。弾がないので武器ごと拾います。脱出機到着まで残り26秒。左下の表記時間はあくまでも出発時刻なので、到着はその30秒前であることを覚えておいてください。ですので1分前には脱出地点に到着していることを強く推奨します。 AI はレンジャーを呼ばないので、奥の車兵に 100% プレイヤーがいます。あの位置からはおそらく間に合いませんね。あとは適当に弾幕を張るだけで進行を阻害できると思います。そして脱出機到着。重要なのは脱出なので、ここは無理をせず下がります。絶対あるプレイヤー、あ、なんかセントリーガンで殺してる一人。お分かりかと思いますが、さっきの位置から18秒以内にここまで来るのはもはや不可能ですね。あとはスモークを張って耐えるだけです。
ちなみに脱出機内に無反動砲を打ち込まれても直撃しなければノーダメージで済みます。これはおそらく BF2042 では爆発物の拡散ダメージが計算されていないためです。もう一つ脱出機内でのチップスとして、ダウンしてしまっても味方が最低一人生きていれば、なんとそのまま脱出できます。どん詰まりの状況でも諦めず頑張って脱出機に体をねじ込んでみましょう。今回の敵にそこまでの危害はなかったようですがね。それでは脱出完了です。よしよし。いかがでしたでしょうか。この動画を見てハザードゾーンに興味を持っていただければ大変嬉しく思います。それでは、また次の動画か、2042の世界でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。